甲冑を着た骸骨の幽霊が出るって言われてます。ここですかね、もしかして。あの殺害されたっていう場所は なんだあんな揺れてんの。風ないよすげえ光景だ。わかんない、なんかうめき声しない。痛い、急に頭が痛くなってきた。待って、先が全然見えない。霧が濃すぎて動いてる気がする。こっち近づいてきたので、神様でもたたり神の神様らしくて、こんにちは、まめです。日本一周心霊スポットの旅九州編3日目ということで、現在地は南福岡駅です。このチャンネルではバイクで日本一周しながら全国の心霊スポットを待っています。はい、ということで、さっきまで雨が降ってたんですけど、バイクの準備してる間に止んでくれた。めっちゃラッキーだ。なんか幸先いいですね。で、昨日までのうつうつとした気分も一晩寝たらなくなりましたね。いや、なんか吹っ切れた感じがするな。割とマジで帰りたかったんですけど、てか多分九州じゃなかったら帰ってましたね。いや、なんかこの感じだったら旅を続けていけそうですね。ということで、これから向かうのが佐賀県にある心霊スポットの岸竹城跡です。ここは呪われたお城跡って言われてる場所なんですけど、まあ、昔畑さんっていう人が城主だったお城で、で当時の武将の豊臣秀吉の命令に背いたせいで島流しにやってしまったらしいんですよね。んで、城に残った人たちもみんな自害を強要されたみたいで、でまあそういったことがあったんで、今もこのお城跡にはたくさんの亡霊がさまよってるって言われてて、で夜行くと甲冑を着た骸骨の幽霊が出るって言われてます。であとね、もともとこの岸竹っていうのが漢字が鬼に子って書いて岸竹って呼んでたらしいんですけど、まあ、この山には鬼が住んでるって言い伝えとかもあったらしいですね。とまあそんな場所なので、ここも心霊現象を期待できるんじゃないでしょうか。はい、ということで今日は福岡県から隣の佐賀県に行きます。いやー、久々だなー佐賀県。まあ、それで向かう途中に佐賀県でかなり有名な猪ちゃん山荘っていう心霊スポットがあるみたいなんで、ちょっとまずは明るいうちに猪ちゃん山荘に寄っていきたいと思います。そっから40分ぐらいですね。おーてか雨降ってきたよ、ちょっと最悪だ、マジ幸先悪い。佐賀県に入りました。おー佐賀だ。なんかこっち来て空気変わりましたね。なんか走ってて気持ちいいですね。うん、こっから山道だな。おー綺麗でね、ちょっとどっから入るのかよくわかんないんだよな。多分ね、ほんと林の中みたいなところにあると思うんで。おお、こっち？こっちか。お、なんかそれっぽい道なかった今。とりあえずそれっぽいところを発見したんで、ちょっと行ってみましょう。よし、準備ができたので向かいます。ちょっと待って、早速、なんか、廃墟がありますね。うわ。これなんだろう。ちょっと不気味ですね。あ、顔になってますね、一応。こんにちは。あ、12時の4日金曜日。本気のブラック。邪魔しました。で、なんでイノちゃん山荘って呼ばれてるかっていうと、もともと山荘が立ち並んでた場所らしいんですけど、もともとこの場所にはあるオーナー夫婦が旅館として建てた山荘が立て並んでいたんだ。そしてある日、井上という一人の男が山荘に押し入り、泊まっていた人たちを次々と害していったんだ。この男は病院の隔離施設から抜け出してきたらしく、精神に異常をきたしていたそうだ。そして最終的には駆けつけたオーナー夫婦も大浴場で害されてしまい、今でもその時の血痕が残っているそうだ。こうしたむごい事件が起こってから、この場所では幽霊の目撃が後を絶たなくなり、犯人の井上という名前から井のちゃん山荘と呼ばれるようになったんだ。ちょっと待って、これなのかな。また廃浴がありますね。結構息苦しくなってきたな。うわ、これ天井も全部崩れ落ちてますね。うわ、これは多分倉庫だったっぽいっすね。この先はもう地面が崩れちゃってるな。
この先は何もなさそうですね。大量の空き瓶ものすごい量の空き瓶が地面に散乱してますね。こんなところに、めっちゃラップ音が鳴り始めた。うわーすっげー、なんか生活感が感じられますね。こっから見てもしまします。へえ。うわ。すごい。すごい、靴とかも全部残ったままです。誰かいそう。てか、カビとホコリの匂いすごいな。外からでも分かるぞ。でっけえ壺。ここで行き止まりですね。もしかしてあれかな、ここがオーナー夫婦の家なのかな。お風呂場でされたらしいんですよね、その夫婦の方を。これ風呂場じゃないかな。どうだろう。すっごいですねこれ。崖になってるけど、こんなとこに住んでたんだ。お邪魔しました。失礼します。多分山荘っていうのは今のじゃないよな、きっと。ちょっとね、もう一個道があったんでそっち行ってみましょう。こっちですね。これは道なのか。待って、これ何、なんか掘る穴があるんだけど、何これ。カビ臭いな。ちょっとだけ入ってみましょうか。お邪魔します。あ、すぐ行き止まりだ。特に何もないですね。お邪魔しました。何の穴なんだろう。お、お正月の餅が置いてある。これあれだな、割と最近置かれたっぽいな。え、マジでなんで、この紙全然汚れてないもんね。なんでこんな場所に。ちょっと怖いですね。なんでだろう。うわー見えた。ボロボロの廃屋が奥に見えますね。お酒の看板ですね。うわ、なんだここは。うわ、感じですね。うわー、もう全部床抜けちゃってる。あー、これ入り口だ。へえ、すごい。大昔の扇風機ですね。で、壺。ドラクエの壺。こっちも壺。ここはなんか稲川淳二さんの階段で有名になったらしいですね。あっち側にもある。あっち側にもある。あ、めっちゃあるな、廃墟で。なんだこれ。スーカーみたいなのがあるけど、なんだこれ。すごい木がこの取っ手みたいなやつと一体化してる。で、こっちもちょっとすいません。あー、すごい、また綺麗な落書きが、いのちゃんって書いてあるわ。で、これ風呂場ですね。これかなりでかい風呂場。ここですかね、もしかして。あの、そのご夫婦が殺害されたっていう場所は。
天井裏めっちゃ怖いですね。なんか目が離せないっていうか、ずっと見てると変な気持ちになる。うわぁ、あ、こっちも風呂場だ。そっか、この建物自体がもう風呂専用の建物なんだ。安らかにお眠りください。こっちにもなんかあるけど、きついな。ちょっと行ってみるか。うわ、なんじゃこれ。なんかバックトゥーザフューチャーみたいな車が置いてあるぞ。何の音。やばやば、すごい。なんかすごいパイプ割れてる。ニーチェレイ、マーキュリーって何。アメ車かな。うわお。もうフロント部分は全部トタンに覆われちゃってますね。うん、ちょっと見える。あ、バイクもある。すごい。これは何？ CB っぽいですけど、50だね多分。うわあ、すげえ。邪魔しましたー。いや、住んできてよかった。これはかなりでかいな。これ、怖いね。崩れてきそう。なんかこれがメインっぽいっすね。すげーでかい。あ、びっくりした、びっくりした。ちょっと待って、なんであんな揺れてんの？風ないよ。こんにちは。いや、マジでなんでこれだけ揺れてたんですか？おかしくない？誰か通ったのかな？誰かいますか？ちょっと写真撮ってみましょうか。何も映らないですね。冷蔵庫だね。お邪魔しました。こっちの階段は何なんだろう。途中途切れてますけど、どっかに通じる階段だったんですね。こっちも道があんな。何だろう、すげえ橋だよねこれ。ああ、また古い車だ。こんにちは。すげえ。外装全部取れちゃってますね。あ、トヨペットって書いてある。トヨタなんだ。あ、待って、なんかちっちゃいローファー、子供用のローファーですね。こっちなんだろう。こっちはなんかね、立派な石が並べられてる。明らかに人工的に置かれた石ですよね。何だったんだろう。周りを石でぐるっと取り囲んでますね。すごい不思議な空間だ。お邪魔しました。ただいま。よし、ということで心霊スポットの近くのホテルに向かいたいと思います。なんかすげえいい感じの道ですね。っていうかもうびっちょびちょです。とんでもねえスコールにあった。寒い、早く風呂に入りたい。あ、これだ多分。ホテル&リゾーツ、クソでかいな。さ
寒い寒い。手の感覚がない。手真っ赤だ。なんかすげえ綺麗、広い。熱帯魚がいっぱいいる。着いた。疲れた。あ、広い、綺麗ですね。これで5500円です。なんかね、外壁工事中のため訳ありプランみたいな感じで、本当はね1万2000円ぐらいするっぽいですね。で、外はおー、すごいオーシャンビュー。オーシャンなのかこれは。うん、オーシャンじゃない、川だ。もうちょい行くとすぐ海に出るみたいですね。雨止むといいな。てか雨止んでない。で、温泉付きですね。飯食いきます。綺麗ですね。でっけえ橋着いた。ゾンビランドサバ。はい、ということで夜になったので心霊スポットへ向かいたいと思います。雨はね止まないです。風もね結構強いんですよね。さっきまでね土砂降りの雷もめっちゃ鳴ってたんで、それよりはだいぶマシになりましたけど、やばー。まあ、雨雲レーダーを見る限りね、これ以上ひどくなることはなさそうなんで、もう出てきました。こっから30分ぐらいかかるんですよね。地味に遠いな。もうちょいで着くんですけど、雨やべえ。こっからは本格的な山道になっていくのかな。てかこの道怖いな。そういや街灯いつの間にかなくなっちゃったじゃん。なんでだ、なんでこんな雨が降るんだ。土砂降りなんですけど、やばいやばい、どん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 強くなってる。霧がね塊で現れるんです。ほら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 、真っ白ー。風呂の中みたいなんだけど。いや、雨。あ、この先行き止まりになってる。これ右？ちょっと待って待って、やばいやばいやばい。滑った滑った。こんな土砂降りでこけたらもうほんと泣くよマジで。おお、はい、シャワーだシャワー。ちょっと待って、これ今までで一番だな多分。このレベルの雨だったらもう最初から出てないもんホテル。あー、あった。遭難事故発生注意で、駐車場がもうちょい先にあるみたいなん で遭難事故って何、そんなやばい山なの。あ、これだこれだ、駐車場着きました。これどうしよう、リアルに帰るっていう選択肢が出てきたな。まあいいや、ちょっと行ってみます。ということで地味な人に向かいます。まあ、お城なんで山になってるんですよね。まあ、多分1時間ぐらいで頂上に着くと思います。え、こっち、マジ、お邪魔します。まあ、上がね木が立ってる分多少マシだな。岸竹城へ、こっち、結構まあまあな山道だな。あ、地図ですね。今現在地で、こっから三の丸、二の丸で本丸って言って、最後姫落としっていう岩があるんですけど、これが突き当たりなんでね、ちょっとそこまで行きたいと思います。結構ハードだな。
ああ、もう。あ、なんか噴き声みたいに聞こえなかった。あ、なんでなんで、ライト消えた、ライト消えた、ライト消えた。こんな序盤に、なんで、やばいやばいやばい、ちょっと待って、やばい、ライト出そう。はあ、疲れた。ちょっと待って、きついきつい、めっちゃきつい。うわ、こっから霧が、霧がすげえ。はあ、はあ、なんだこれ。こっちか。はたさ大石、はたさ大石っていうのがね、ここにあるみたいですね。どれだ、この上か。おうおうおう、ロープ、いいや、もう焼けクソだ。よし、よいしょ。え、ま、全然まだあんの、もしかして。すぐに見つかると思ってたんだけど。あ、なんか書いてある。あ、こっち崖だ、突き当たり崖だ。危な、これですね。すごいな、本当に何百年も前のやつが残ってんだ。お邪魔しました。なんか今一瞬画面ノイズ入ったけど大丈夫かな。なんか動かなかった今そこで、なんか白いもんが動かなかった、気のせい。意外と遠かった。戻ってきました。いやー、辛い、本当に辛いわ。いや、こんな一時のもんだもんね。数時間後には、何の音、なんだろう、わかんない。数時間後には、あ、何の音。あ、またなんか、なんかやっぱ結構金属音みたいなの聞こえますね。すげえ、すげえ光景だ。こっちだ、こっちか。あ、今回もピンクがある。ありがとうございます。あ、なんか見えた、なんか見えた、なんか見えた。山の掘り切りだって。ちょっと待って待って待って、やばい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 、これですね、掘り切り、切ってあるんだ、山の丸。あ、この辺が山の丸だったんだ。あ、全くと言っていいほど面影はないですけど、すごい、ここに建物が建ってたんですね。お、ね、ゴンって言ったけど、俺が石蹴ったのか。違う？ん？わかんない。なんか海気声しない。こんにちは。こんにちは。ほら。なんか森からね、普通に話し声聞こえる気がするんですけど、何人かが普通に喋ってるみたいな。ちょっと、危ねえ、危ねえ。ちょっと、この辺からまた霧が一層濃くなってきましたね。頭痛い。痛い痛い、急に頭また痛くなってきた。あ、二の丸。ここはさっきのところでだいぶ、まあ、建物が建ってたのかなって思わせるような場所ですね。で、これ、こんばんは。あ、お線香を炊いた跡がありますね。で、水と大量のイチゴ。結構最近っぽいな。夜遅くにすいません。ちょっと待って。なんか、鈴の音聞こえない？鈴つけた人が歩いてる音。てか、ちょっと待って、あ、びっくりした。てか、怖いな、普通に。今思ったけど。めっちゃ怖いんですけど。移動。あ、移動跡だ、これ。こんばんは。お邪魔します。ちょっと、これ、井戸ですね。わお。
あ、やばいやばい、ちょっと待って、気配すごいな。ここの井戸跡では女性の幽霊が目撃されてるらしいですよ。くどこまで、ちょっと待って、コップ伸ばしてみよう。見えるかな。そんな深い井戸じゃなさそうですね。こんばんは。ちょっと写真撮ってみます。すいません、ちょっと写真を撮らせていただきます。よかったら写ってください。撮ります。はい、チーズ。ちょっとスピリットボックス使ってみますか。ちょっとでっかいの重いんでね、置いてきちゃったんで古い方で。こんばんは。夜分遅くに申し訳ありません。よかったら少しお話できないでしょうか。ちょっとうるさいですよね、本当にごめんなさい。ハタさんの一族の方ですか。ハタ様の、ちょっと やばいな。あ、ごめんなさい。はい、ちょっと奥まで行かせてもらいます。ありがとうございました。失礼します。死ねって言った最後。ちょっと待って、いや、なんかスピリットボックスとは別になんか聞こえてこなかった声みたいな。すいません、お邪魔しました。失礼します。ちょっと疲れた。あれ、また金属みたいなしなかった。待って、どっちだ。ピンクなくなっちゃったな。でも待って、先が全然見えない。霧が濃すぎて、やばいやばい、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い、この空間。やばいやばい、なんだ、すっげえ怖い。本丸ん？あ、ここが本丸だ。あ、今俺がいたこの場所が本丸だったんだ。なんか、だってめっちゃ怖かったもんな、なんか知んないけど。そうなんだ、ここが。こんばんは、お邪魔してます。すいません、夜遅くに。すげえ、ここにでっかいお城が建てたんですね。こういう岩とか、なんかこういうのとか、その残りかな。これが本丸ですね。これ画面だけ見えてるとめっちゃ怖いな。動かなかった、気のせいか。あ、なんか動かなかった。あれ、ちょ待って、看板は、あ、あったあった。今、なんか後ろにいなかったよ。気のせいか。ここ、本当に一瞬で分かんなくなるわ、自分がどこにいるか。お邪魔しました。なんだっけ、俺どこ向かってんだっけ。姫石だっけ。うん、電波入るわ。ちょっと、足跡したんだけど、普通に人が歩いてる音、何歩も。あ、びっくりした、気づかず通り過ぎるとこだった。こんばんは、夜遅くにすみません。地蔵菩薩様。あ、またイチゴがたくさん。ちょっと読めないな、これなのかな、お墓って。ちょっと読めないんですけど、ちょっと再生も置いていこう。すいません、全部10円と1円だ。100円、お邪魔しました。失礼します。だいぶ雨止んできたな、そういえば。
あ、下ってくんだ、こっからは。おお、あーす、やば、もう道にもう完全に倒木しちゃってんじゃん。へえ、避けてこう。あ、ここが御座右衛門殿丸だって。なんか変な名前ですね。いや、すいません、変じゃないっすよね、ごめんなさい。こんばんは。姫落とし山で 250m。 よし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 。あ、やべえ、俺いつの間にかこの外歩いてた。なんか言いました？あ、これ石垣だ。ほら、これは間違いなくそうだ。てかやっぱ今までのそうだったんだ、この緑色のやつ。すごいすごい。あれなんだろう、なんか光っ、待って、あの光は何？動いてない。人がいる？いや、わかんない。動いてる気がする。こっち近づいてきてない？え、ちょっと待って。やばい。人がいるのかな？いや、もうとりあえず、姫石まで行こう。こんな真夜中の土砂降りに、こんなところに来るやついないっすよね。やべ、ここ、崖になってるね、こっから。一気に細くなった道が。おお、こっからさらにスリリングな道になってますね。なんの声？なんか喋りかけられた気がするな。まだ先あるの？さらに降りるんだ。結構歩いたぞ。あー、なんかある。見えた。すげえ。でっけえ石。これかな。ここマジ気をつけないと。抜け穴。抜け穴、これ。あ、本当だ、穴が開いてる。これが城のあの、避難用の抜け穴だったらしいですね。じゃ、この穴どっかに続いてんのかな。で、ここにね、城の財宝が隠されてるみたいな話もあるらしいですね。どっかに落ちてないかな、財宝。で、これ岸岳抜村の碑ですね。これが本来の岸岳、鬼が住んでたっていう言い伝えがあるらしいですからね。で、この岸岳抜村っていうのが神様の名前らしいんですよね。で、神様は神様でも、たたり神の神様らしくて、まあ、ここで殺されてしまった人たちと、城主の果たす。岸岳抜村とは、岸岳城主の果たしと自害させられてしまった家臣たちの怨念が集まりできたたたり神だ。佐賀県の唐津地方では超有名で、今も根強く残っている伝承だ。この周辺には100基以上の岸岳抜村の碑が点在しており、ケイとエフの念を込め抜村様と呼ばれているそうだ。で、これを移動しようとしたら、人が死んじゃったみたいな、たたりで。また高熱を出したりとか。そういういろんなたたりが起きるみたいです。お邪魔しました。すいません。この石碑の前で長々と。やばい。あ、やばい。2個目切れた。よし。3個目。あれ？姫落としはどれ？この奥かな？おー、すごい空間だ。ん？これ、違うか。登れないな、多分。登れるか。ちょっと登ってみましょう。うおー。はぁ、すげえ。夜景がね、すごいです。こんな感じ。あ、ここにもイチゴのお供え。ここが姫落としの岩ですね。で、ここで最後お城の姫様がこの岩から落とされたっていうふうに言われてます。
うわ、ちょっと待って、足がすくむぐらいの崖だこれ。あ、めちゃめちゃラッポンするけど、ちょ最後ここでもスピードボックス使ってみますか。こんばんは、移動車検すみません、誰かいますか。あ、こんばんは、男性の方ですかね。ここで亡くなられた方ですか。あ、はい、ちょっと待って、先ほどと同じ方ですかね。すみません、これでもう帰りますんで。 お姫様ですか、もしかして。ここのそうなんですね。うんって言ってんの。あ、ありがとうございます。あ、お年はいくつだったんですか。すいません、どうもありがとうございました。もう帰りますんで、失礼いたします。よし、ありがとうございました、失礼いたします。そうだ、最後に写真撮るんで、よかったら写ってください。撮ります。はい、チーズ。ありがとうございました、失礼します。なんか胸が苦しいな、呼吸がうまくできない。最後にじゃあ岸竹バッソンさんのところでも写真撮っときますか。何度もごめんなさい。あれだな、なんかここちょっとやばい気がすんな、撮っちゃいけないような気がするんだけど、ちょっと本当にすいません。いや、やめとくか。いや、ちょっとすいません、ちょっと撮らせてもらいます。すいません、ありがとうございました、失礼いたしました。やばい、なんか鳥肌が止まんないんだけど。帰りましょう、帰りましょう。なんだかんだで1時間半ぐらいかかったな。今何時、1時12分、帰って2時半。いや、3時半ぐらいか、寝れんのは。くそ、足がやべえぜ。なんか声しなかった、なんか喋ってましたか。お邪魔しました。ちょっと待って、めっちゃ怖い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 。俺何してんだ、俺何、あれかな、あれ出口かな。駐車場へ下る、最初の看板だ。戻ってきた、戻ってきた。やべ、なんか急にすごい背筋が、なんだろうこれ、うまく息が吸えない。ちょっと待って。誰か今耳元で呼びました？すいません、お邪魔しました、本当ありがとうございました。お邪魔します。お邪魔しました。この道もやべえ。てか雨止んだ。よかった。本当にマジでくじけそうだった。ただいまー、お待たせー。帰ってきました。遅刻は1時40分。帰りましょう、帰りましょう。意外と早く着いた。はい、ということで岸竹城跡でした。ちょ待って、この道めっちゃ怖い。いやでもよかった、無事に降りてこれた。本当に登り始めん時はもうマジでくじけそうだった。あれは山ん中本当怖かった。あそこの岸竹バッソンのところはなんかすっげー嫌な感じがしましたね。たたり神ってっていうことですけど、大丈夫かな、たたられないかな。写真撮っちゃったけど、とりあえずね、もう汗と雨でびっちょびちょなんで、早くホテルに戻って風呂に入りたい。ってかキリすごいな。はあ、街灯がある民家まで戻ってきました。いや本当によかった。はい、という感じでまだまだ日本一周心霊スポットの旅続けていきますので、よかったらチャンネル登録してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。あ、街灯だ、幸せ。